三石泥大聖堂は、アルゼンチン、ダイブエノスアイレス都市県郊外産イシ石泥にある、カトリックの大聖堂。三石泥大聖堂は、建築家、ジャック・デュナンとチャールズ・パキンによって設計され、礼拝堂の跡地に建立された。1895年10月6日、現在の大聖堂の礎石を置き、1898年7月14日に、完成。 1906年10月20日に建造された。1957年6月8日、この教会は教区の大聖堂であると宣言され、1963年10月10日、国定歴史建造物に指定された。毎年5月15日に三石泥の祝祭が行われている。大聖堂内部三石泥大聖堂はネオゴシック様式であり、 空に向かって刺す細いラインが特徴である。1300平方メートルの面積を占め、長さが60メートル、幅が18.5メートル、塔の高さは68.65メートル。その基盤は、円形工人を持つ3つの振動があるラテン十字架である。大聖堂内部のステンドグラスは、フランス製。近年、修復作業が行われた。 アベニーダ・デル・リベルタドール16200サイン・シドロビー1 6 4 2 c k v アルゼンチンありがとうございます